皆さん今週も始まりましたよ、はい、チャオベラチークエッティでございます。こんばんは。いや待って、今の画像何何、今の今のあのちょっと GF の方でカレンダー撮影をした時に、はい、先週もちょっとちょろっと話したんですけど、そうずっとさ、ロンちゃんにさここだけで見せてた写真あったじゃん。ちょっと上がったんだよね。ねえ、ロンちゃん上がってモロリン自分のバージョン見せた？あ、私のね、ほら番組間違えましたね。間違えてませんか？間違えてませんよ。間違えてないよ。皆さん一応アイドルの番組って見てますよ。一応じゃない、バリバリアイドルですから。私はね、なんかあんまりこんな感じで見せるものでもないかなと思って。見せないでも。じゃあのもうこの感じ。モロリンいい感じ。見えた？見えてない？見えてない？見えてさら。ちょっとあんまりピント合ってなかった。私はこんな感じなんで、あのあんまり。じゃあ下なんだよね。そう。いやいや、あえてあえてのあえての私はこんな。待って待って、今さ、だってさ、もう口も映ってなかったからね。あ、ほんと？ここら辺、あ、ここら辺しとく？そう、私は上げすぎだよ。いや、ここは同じ胸のとこ見せようとして。そういうこと。え、でもさ、胸、まあ、足元の後だから、だからこんな感じだからっていう。何でしょ？あんまり見せる意味ないなと思って。モロリンなんかこのさ、この写真結構勇ましい顔してる。強めっていうか、なんか強めの息だったじゃん。なんかちょっと一歩間違えたら男性なんじゃないかなみたいな強めな感じで。男性っぽいなって。ちょっと見て、見て。なんかちょっと男性っぽい。いやいや、女だろ、どういう。なんかちょっとセクシーだなみたいな。男の人から髪生えちゃったみたいな感じにも見えるからっていう。これ以外にももっとセクシーなね、やつありますからね。カレンダーでね、もっといいの見れるってね。そうですね、皆さん楽しみにしてください。この前見て驚いてたやつは、はい、あれよりもすごいんですか？え、もうこんなんじゃない、こんなレベルじゃない、これもすごいけど一糸まとわぬって感じですよ。おおだってロケの考えたらロケの小説でそれはゴトゥーの時ですよ。ゴトゥーが覚えた時に言うとるでしょ。意外と私のタイプやつ、意外と本からすぐ拾ってくれて、あ、それ裸ってことじゃない。いや、一種まとってますけど。何？あ、これ何？あ、カレンダーのやつ。あれ？見せていいんですか？え、なんか、ちょっとぐらい。え、見せて。なんかマネージャーさんが持ってきた画像。え、コウモですか？使うやつ？コウモです、コウモか。じゃあメンバーで一緒。あ、かわいい。かわいいじゃん。え、ちょっと持ってない。はいはい。紙芝居みたいになっちゃった。ちょっと待ってて、みんな。見えない。見せられないよ。ちょっとどんなんか言うてください。これはちょっと、ゴルちゃんメイクの。韓国人。すごい。あ、続くのね。あ、これちらっと見せた方がいいんじゃない？いや、これの後はさ、これの後ちょっと待って。あ、これじゃん。そこの角度ぐらいからこちらと見る。はい、これ超お気に入りのやつだよ。え、これめっちゃいいじゃん。え、かわいい、これ。じゃあ、ちらっと。ちら見えますか？あ、なんか見えないかな。意外と見えない？意外と見えない。ちょっとね、セクシーな伸びゆきで撮ってたりとか。え、待って、え、かわいい。え、どうなった？え、これいいじゃん。いい？あ、いいよいいよ。セクシーってかね、二人ともやっぱ大人だね。セクシーだね、これ。お気に入りだよね。うちらの緊張だね。でもガキやん。もうかわいいじゃん。かわいい。こういうので舞い撮ってみたい。撮りたかったね。いや、でもいいね。いや、でも知らないしさ、ありがとう。やりたいことやらせちゃいい。これやばい。これいい。これ見せていい？なんかすごい。これやばい。それいいね。このロンちゃんやばい。いや、いい。これ意外と露出してるよね。セクシー。これエロいじゃん。これ橋本がやったらやばいだろうね。収まんないよ。収まんない。これいいな。水足りない。これ飾りたいな、部屋に。いいね。天井に飾りたい。天井。とか。うちらいる？これ全然うちら出てこない。うちら。あ、でこれ可愛いよ。可愛い。これ橋本がちょっとこれ何？テーマ何？これね、ボヘミアンっていうテーマで撮ったんですけど。絨毯の上にね。ちょっとレトロチックのね、絵画っぽいよね。見えてんのかな、みんな。見えてる、多分。チラッとボヘミアンってコメント来てますよね。ほら、かわいいって。ありがとうございます。そう、こんな感じですよね。そう、あ、いいよ。これやばいよ。あ、おー、やばい、やばい、おー、マリーの、おー、マイガー、かわいい、かっこいい。でもエロい。でもせいいじゃん。なんかもうポスなんかのポスターにありそう。すごいね。おお、マイガー、本当な。おお、マイガー。いいんですか、これ二人とも。あ、これはやばい。だって
ってこれ。ロビンのロビン欲しい、これ。はい、やっぱこれ DQ シーン。待って待って、ぐちゃぐちゃなんだけど、ちょっと。大興奮ですから、皆さん。私はゴトゥの肩になぜかチューしてますから、ね。やばい、これ。どうしたみたいなね。肩にキスなんてしますよ。濡れてんだって、ここ。しないよね。もうちょっと見せてあげる。え、これいい、これ。いや、これ好き。ハシモロのもちょっとないです。いや、ないな、うちら。写真ない、うちら。あるじゃないですか。全然ないよ。うちらの写真全然出てこないんだけど。ほんま？じゃあ、ハシモロの。見て、このモロリのエロ顔。みんな見て。エロい。これエロくない？ごめん、コメント全然来てない。全然ない。エロい。わけよ。ドゥン。ここら辺で。いや、エロいわ。ここら辺です、ここら辺。我らは。なんか色味の感じがマジで違うよね、色味がね、明るくないんだよ。ダークみたいな。いいじゃん、そういうメリハリもあって。明るくない感じにしてくださいって言ったらね。濡れてんだって。濡れてんのはもういいよ。髪ぷにゃぷにゃになるじゃん。大丈夫、大丈夫。濡れてんのは。乾かすと髪なんてもう大丈夫だから。なんとかなる。あ、いや。早く。なんか見せてよ。なんかちょっとええやつ見せてください。ええやつください。もう笑ってるの珍しいね。のんちゃん肌して笑ってるの珍しくない？珍しい。ちょっとグリーンクリーンしてない。じゃあいきますよ。橋本のセクシーバディお願いします。セクシーバディ、セクシーバディ、ふぅー、見えた？え、待って、盛り上がってない、盛り上がってない。そんなことない。モロリーの見せ方が、待った、じゃーん。大丈夫か、よりダメだって、顔見せて。ほら、怒ってる。あー、もう喋れない。見せたじゃん、最初。いや、顔は見せて。顔は見せてよね。胸良いんじゃないの。顔見て、ほら、みんな顔見て。見せたよ、見せた。びっくりじゃわ。え、これも可愛い。ゴッチャエロい。みんなゴッチャのエロ顔あるよ。あ、可愛い。いくで。可愛い。まずこれ、ちょびげな。いくで、みんな。口元見てて。あ、で、かわいい。うわー、かわいい、これ。かわいい、ギャルい。ギャルいです。かわいい、かわいい。ほら、いいじゃん。ほら、エロい、エロいコメント来た。いいやん。俺が見せたんだっけ？まあまあまあ、ちょっと、まあ。こんなところでいいんじゃない？はい、こんな感じですよ。カレンダーだけにとどまらず、いろんな企画を考えておりますので、せっかくいい写真ができたんで。え、そうなんですか。はい、お楽しみにしといていただいて。あらららら、それは聞いてないな。すいません、気になる。今初めて言いました。それは聞いてないな。申し訳ございません。聞いてない。ぜひお楽しみにしていただいて。楽しみです。思っております。楽しみですね。楽しみ。いろんなことします。マジで可愛い、これ。ありがとう。可愛い、可愛い。おすすめだわ。ぜひ皆さん楽しみにしててください。お願いします。はい、お願いします。ということで、はい、すごいね。ということで、そんな、はい、こんなで今週、先週末、はい、あ、そうそう、はい、先週末ね、暑いところへ行ってましたか？大人玉行ってきましたよ。はい、楽しかった。私は夕方だったんだよね、出番が。夕方でもだいぶ涼しくなって。いや、でも暑い。もうね、岩盤浴の中にいるみたいな。あら、うん、そう、私たちだから衣装をね、 T シャツと短パンでデニムにして、本気で臨みました。他のアイドルの子たちはみんな結構キラキラした衣装だったりとか、可愛らしい衣装着てるのに、こっちはもうお願いします。おいっすみたいな。かわいさ、かわいさよりもその動きやすさと身軽な感じで、夏仕様で、そう、楽しかったよね。めっちゃ汗かいた。あと久々に勇気スーパーボール歌って、なんか夏、やっぱ、え、そんな久々に。いや、なんか最近あの意外とスーパーボール歌ってないなと思って、うん、そう、勇気スーパーボール歌いましたね。あとファンの子も、女の子が水着着てたりとか、水着着たまんま握手会とか。え、だからそういうのってやっぱ大人玉でしかないよね。ね、僕も行きたかったみたいな。ね、カスコ、カスコでありますよね。行きたかったですね。楽しかったね。夏始まった感がすごいある。そう。来てくれた方いらっしゃいますかね。うん、結構ね、みんな焼けてた方もね。
多かったけどね。すっごい焼けてた、焼けてた、ホントだもんね、焼けすぎて、行けなかった、行ったよ、行けなかった、行ったよ、仕事半々ぐらいですかね、うん、そう、関ヶ原ね、関ヶ原ももうすぐですけど、そうだよ、ね、関ヶ原毎年暑いもんね、今年したら2日間そう、初めて出るよ ね、 そうだね、あ、そうだよね、そうそうそう、初めてなんです、夏のイベントが続きますけどね、そうですね、そうですね、そうそうそう、で、どこ行ってました、次は、次は名古屋、名古屋、名古屋、そう、名古屋にこの間、おととい日月日曜月曜だ、そう、日曜月曜行きまして、うん、行きまして、念願のね、プレリアさんのツアーライブ終わりましたよ、初めてじゃない、なんか結構さ、台湾ではさ、結構かぶってたけどさ、そう、そう、がっつりツーマンっていうの初めてだからさ、でなんかさ、今まで台湾、なんかそのツーマンライブ、前回のチューズさんもそうだけど、うん、今までイベントでは結構一緒になってるけど、がっつりライブするのは初めてだったりするから、うん、初めてこうちゃんと喋るっていうかさ、ね、確かに関わる、楽屋も一緒だったしね、そう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 、仲良くなれましたよね、でも楽しかった、私から言うのは欲しいですけど、いや、橋本がね、今回頑張ってたよ、橋本はなんか 裏技を見つけたらしくて、見つけた、あら、なんだっけ、私ね、やっぱりこう面と向かって楽屋で、あ、ちょっとあの連絡先教えてもらってもいいですかって言うのはやっぱ言えないんだよ、やっぱどう頑張っても、うん、もう無理で言えないから、うん、どうしようかなって考えた結果、ステージ上で、うん、そう、連絡先聞きたいなと思ってるんですって、結構気持ち悪いよね、言ってた、いや、今回言ってましたよ、効果はあったんですか、ありましたありました、私はステージ上ではそのプレディアの港あかねちゃんの連絡先を知りたいっていうのを、うん、MC で言って、しかもそれあの後ろで見てるのが分かるんですよ、プレディアさんもうちらのライブを、うん、はい、そうそうそう、なんていうの、 PA だったり、はいはいはい、後ろの方、まあね、見てますよね、だいたい、ね、よく逆に言えるなと思って、ステージ上だったら何でも言える気がして無敵になれるんですよ、で言って、うん、でちゃんと楽屋戻って、どっちから結局言ったんですか、それは結局言いづらくて、そしたら水野舞ちゃんが、あ、舞舞が話しかけてきてくれて、あ、そういえばあかねの連絡先聞いたのみたいな、うん、あ、ちょっとまだなんですよねって言ったら、うん、え、じゃあちょ、あかねみたいな感じ呼んでくれて、みんな前にその結局前じゃん、前じゃん、前じゃん、でもね、舞台上で言うとその周りの他の、あ、私聞かれへん、確かにそれはでも若干 ね、 思った、ロンだったらそういう失態は犯さない、失態じゃないよ、いや聞きたいなと思ったけど、特にこの間アイドル横丁でもあかねちゃんとコラボしてたし、歌うまでね、そう、うん、失態って、わらわらしかもね、私その証拠 VTR で撮ってましたよ、はしもんが、その、なんていうの、ちょうど LINE というか連絡先を、大丈夫、 LINE 映っちゃってないよね、大丈夫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 、そうだねあのね、聞いてる時の舞台裏じゃないよ、まあ、舞台裏じゃないよ、舞台裏、ね、私の携帯がバリバリなのがちょっと忘れてたわ、まあいっか、そうじゃん、まあいっか、ちょっと待ってね、はしもんの映りますかね、これを解除して、え、なに、結局だからみんな交換したんだよね、めっちゃオフモード、ちょっと一瞬映っちゃいけない動画があるんで戻しますね、貴重な瞬間、ちょっとここ一瞬ね、ちょっと映っちゃいけない、めっちゃ楽屋裏始めるね、チャンコロピーがすごい元気でしたね、チャンコロピー可愛かった、でもね、あのね、映像よりもね、携帯のバリバリ、そっちが気になる、なぜ、あ、ごめんごめん、そう、落としちゃったんだよね、そうそうそう、まあ、そこはどうでもいいんだけど、じゃあでも珍しくない、こういう映像、珍しい、でもやっぱり敬語なんだね、あ、いいですかみたいな、いや、そうでしょ、え、いいねとか言って、もうちょっと距離縮まったのかなと思ったら、いや、ちょっとやっぱまだ初めですもん、まあね、え、LINE したの、それで個人的に、うん、そうだよ、その後はその後が大事じゃん、やっぱりっていうグループはできたけどさ、なんか違う、橋本が聞いて、で、なんか私も知りたい、私も知りたいってなって、じゃあ結局代表者がお互いし、うん、ね、こうやって、うん、みんなでグループ LINE 作りましょうってなって、はい、そのチャオプレっていうのができたんですよ、うん、で、そしたらその一番最初に連絡取ったのが多分そのまいちゃんとかが、そうだね、その日に一緒に撮った画像をわーっと送ってくれてて、
したらさ、誰も返事最初してなかったよね。あ、最初してなくて、後半ありがとうございました、うん、最終日にしました。そうそうそう、そうだね、そうなの、うん、だから個人的にしたのかなと思って。そうそうそう、しましたよ。あ、そうなの。スタンプ、えっ、タタネンとスタンプ、文字なしに。あのね、ここがすんじゃん、最初にまずアカネンと私交換して、その後にグループラインができたでしょ、うん、で その時になんか、あ、交換しましたねみたいなスタンプ。マジでそれでもコミュニケーション取ってないじゃん。あるあるパターンだよね、スタンプで終わってもうん、ないパターンだね。いやでもアカネンとは結構打ち上げで喋りましたから私。あ、確かに。あ、今回聞いてください、はい、打ち上げがあって、でしかもまさかの近くでそのパスポのライブがあったらしくて、うん、発着隊の4人、うん、4人が来て、あの 女子17人ぐらい、そうだ、ね、結構いたね。もう貸し切りでね、なんかちょうどスタッフさんの席に発着隊のメンバーが来たから、はい、結果スタッフさんはまた違うとこに行って、うん、マジでメンバーだけの打ち上げが始まって、そうだ、女子だけやん。でなんかそのしかもチャオメラで固まる、うん、プレディアで固まるみたいな感じで混ぜたんですよ、もう適当に、もうごちゃごちゃになって、うん、なんか適当にもう座った順でみたいな感じで、そしたらね、奥にその橋本とモロリンが座って、うん、まあ、あかねちゃんとか、そうで真ん中に私とゴトゥがいて、そうそう、だからね、そう、こっち側のチームが超静かで最初、そうなので、みんなソフトドリンクで乾杯してて、うん、最初ね、うん、でもちょっとお酒入れた方が喋れるかなとは思ったけど、一応ソフトドリンクでって言って、うん、みんなでしっぽり結構話いろんな話したよね。結構しっぽりしてたね。そうなの、喋った、もちろん。でもやっぱりなんか橋本とあかねんがあの橋本、あ、私がここにいて橋本がいてあかねんがいたんだけど、やっぱなんか2人が結構、え、喉のケアとかどうしてるみたいな、うわうわ、何をするのか、何したらしい、なんか、どこの病院行ってるとか、ケアどうしてるみたいな、マジで初めちょっと私入れなくて、なんか入ればいいじゃん、だいぶ入った方がいいよ。アカネンの隣にレイコ様がね、そうそう、座ってらっしゃったんだけど、レイコ様は、あ、始まったよ、そういう歌手っぽい話みたいな感じで入ってきてくれたのに、モロズカと言ったらなんか私いませんみたいな、あなたも歌ってるよ、いやいやいや、歌ってるよ、歌ってるよ。レリアさんはさ、確かにメインボーカルとかあるからさ、わかるよ、うん、いや一応さ同じじゃん、歌ってるけど、もう全然話に本当に入れなくて、ちょっと疎外感みたいな感じで、やっぱプロは違うなって思って、プロでしょ、あなたは。それはね、10周年を目前にしてその言葉はいただけないわ。私も入りたいなって思っちゃったけど、入ってもよかったじゃん、まあ、いつ来るかなって思ってたよ。まあでもなんかほら、ね、あんたもプロや、プロや、見てますね。まあ一応プロなんですけどね。自信持ってる。そうだよ。ますそういう話してますね。そういう話してたね、こっちはね。結構しっぽりしながら。のぞきやしてないのって。いや、してないでしょ。してないでしょ。プロだっていつもさ、ライブ前にさ、ちょっと高そうな蜂蜜舐めてるよ。舐めるよ、あの、なんかマヌカハニー。マヌカハニー。舐めた。そうだよ。この時はもうマヌカハニーと、あとその、トローチ。トローチ。そうですね。でも分けてくれるの、たまに喉痛いなとか言うと、でいいじゃん、プロだね、プロだね。モロリンが本番前にあのちょっと端っこで端見とこう見られてるのがマジで面白くて、結構いつも見てる。それなんで堂々と食べたらいいじゃないですか。めっちゃ堂々と食べたらいいじゃないですか、 いいですか、端見と。まあ堂々と食べていいんですけど、モロちゃんね、なんか発声とかも結構はしごっつは結構声大きめで、おーとかってやるんだけど、なんか結構舐めた後になんかなんかさ、これさ、絶対よ、そうとかしかないの、そうなんだよ、これはしもんし、はしもんが、はしもんの発声はマジでうるさいな。でもね、あれぐらいやらなきゃ、でも、ね、結構お腹とか、おーみたいな、ね、いや大事ですよ、大事じゃないですか、あの、メニューさんとかね、そうそうそう、たまにテレビ番組でやってますけど、俺らに本当にいや、私は結構プルルで結構いい発声になる。たまにプルルもできたやつはなんかプーみたいな口が回ってなくて、そうやってないね、やってるやってるやってないことはない、やってるやってました。それでもまあまあ、があるから実はね、私まあモロちゃんも言うけど、なんかロンちゃんやってんかなって思ってたよね。ロンちゃんもなんかロンはね、ロンはやっぱ結果的にみんなの発声を見てて、あ、結構うるさいなと思って、ロンはこうやっぱ端っこに行ってみんな見えないとこ実はやってるんだよ。そうなんだ。この間もあのカーテンなんか入ってたでしょ。あ、入ってた。なんかね、ロンちゃんがいきなりいなくなったやつ、スタッフオンリーって書いてある看板のところの部屋になんか、え、こっちってさ
なんか部屋あるって言われて、いや、わかんない、多分あんまないと思うよみたいな、ああ、そっか、帰ってって急にいなくなって、急にいなくなって30分ぐらいなかったよね、あれね、結構長い時間だった。あれ何したの？ほんと発生したり、あの、やっぱこう、で、女子がいっぱいいて、プレディアさんとかもいて、喋り出すとちょっと止まんなくなっちゃうから、ちょっとあの本番まで集中タイム。わ、あれ覗けばよかったね、ちゃんと今度考察次からこうやって撮るから、こうやって撮るから、いや、本当に反省してるからね、してるわ、してるわ、じゃあ、あとね、ちょっとワンちゃんの今度ね、舞台裏撮ろうよ、そうだね、結構ないから、そういうのはね、ちょっとあんまお見せしたくないいや、プロ的にはお見せしたくないとかね、プロっぽいですね、いろいろね、ちゃんと MC 何しゃべろうかなって、そうだね、モロリーどうやってこういじるかな、いや、もういじるっていうか、潰していくか、怖いわ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 、どうやってね、しゃべろうかなみたいな、ありますよね、何言ってもフォローになるんだよね、なんだよ、そういう時はなんだよね、コメントないですからね、見てるこれ、これ大丈夫、止まってる、止まってる、大丈夫、止まってんじゃない、動いてるよね、つながってます、一応動いてるねじゃあまあそんな様子をちょっとね皆さんに、あ、うちはそうなの、プレディアさんとコラボしたんですよね、うん、あ、そうだ、見ますか、ちょっと見てもらえますか、はい、結構楽しかったね、楽しかった、か新鮮じゃない、こういう可愛らしい曲をね、結構ガッツリうちらも踊ったよね、そう、みんなで覚えて振り入れをしましたよ、見れるのって言ったよ、見れますよ、ちょっと前ですね、うん、うん、もうちょい先かな、来ました、できた、来たよ、I'm not afraid to die.
アカネと2人で歌うとこみたいなあったじゃないですか、うんうん、あれ誰が歌うかさ当日に決めたじゃん。結構ほんまの1時間ぐらい前だよね。そうで、私とゴトゥは桜子さんとかと歌ったりとかしてて、ロンちゃんがアカネと歌おうかみたいなって、えやだ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 、めっちゃ嫌だちょっとあんまりそういうの言わないっていうかさ、うん、そうだよね、普通言わないよ。なんか本当プレディアさんがそのうちらがダンスとサビ あのみんなで歌うところは歌うってなって、うん、せっかくだから歌いましょうよって言ってくれて、でなんか立ち位置的にそうじゃあ最初こうで、ね、で次こうで、ね、ワインで私ロビじゃあロビちゃんあかねちゃんとって言われて、えっやだやだやだみたいな、あかねちゃんもなんか嫌だって言われたら嫌なのみたいな、そういう意味じゃなかったんだけど、そうそうそう傷つくよね。そうそうそう。ちょっとじゃあ一瞬でちょっと傷ついたかもしれない。あ、そういう意味じゃなくてと思って。でもめっちゃいい感じだったよね。楽しかった。超楽しかった。楽しみたい。今度東京でもやりたいですね。ね。ね。そうそうそう。あとね、うん、あのそのなんていうんですか、その後にいろいろコライブをスタートでした後に、はい、最後にあのチャオベラの全力バンドのロリロリやったんですけど、なんか私的にプレディアさんが、うん、あのわちゃわちゃしてるのが結構プレディアさん楽屋で、うん、なんだろうみんな元気だよ、ね、すごい元気で、うん、元気めちゃめちゃ一緒にいるだけでなんか元気をもらうんですけど、なんか曲調が結構大人っぽかったりとかバラードとか多いから、なんかファンの人もそういうわちゃわちゃしてるプレディアさんを見るのが、うんなんか新鮮だったんじゃないかな、ね、あかいつもは落ち着いてはる感じ、結構こう見せるダンスが大人っぽいから、なんかみんな結構楽屋の感じがね出てたよね、そうそうそう、バンザイもね、そうでもやっぱりこういつもはメンバーしかいないけど、はいはい、プレディアさんと一緒にこうやってわちゃわちゃしてるとやっぱ目が合うたんびになんかドキドキしちゃうステージ上とかで目を外しやすくなるっていうかいつもでもメンバーでも見られなくなっちゃうからまたねはいって感じだけど、やっぱこう見るだけで、ね、お姉さんにね、うん、見られちゃう感じ、お姉さんじゃないよ、お姉さんじゃないよ、ちょっと年下に気取ったけどね、お姉さんじゃないんですけど、お姉さんなんですかやっぱりプレディアさんの方が、でもさモーリンと同い年が多いよね、多いし、でも年上の方もいるよね、そうなんですね、だってモーリンが最年長ではなかった、最年長じゃないですね、だってさアッキー、アッキー、アッキー、岡本、アキナちゃん、アキナちゃんが私より今年3ね、今29とかで全然見えないんですけど、見えない本当に肌とかツルッツル、めっちゃ肌ツルッツル、本当に羨ましいな、分かったよね、なんかこんな奥さん欲しいってずっと思ってたの、本当にアッキーみたいな、いやマジで本当に綺麗すぎて、そう言ってたんだよねずっと、そうそうそう、いやあれ見せますか、バンザイの、バンザイの映像ありますか、ありますか、わちゃわちゃしてるところね、全部じゃなくても。ちょっとお待ちください、狭い、アカネ一緒に歌ってくれたんだよサビ途中、あ、ほんとだ、バンザイ、そうだ、こうやってやったらそう一番途中で歌ってくれてた、嬉しいね、なんか覚えてくれてるのがすごい嬉しかった、嬉しい、バンザイ盛り上がったねって、うん、盛り上がりました、全編見せてマジでははい、いましたはい、どうぞ、ダメだよ、はい、どうぞ、I'm not afraid to die.
次さツーマンライブがあった時は、うん、もう今度こそメンバーの人とツーショットを撮れるように橋本は。そうだね。あれ撮ってないの？今回撮ってないもんね。そう。全部私たちツインズとフレディア。嘘でしょ？あ、それか。集合写真。マジ？そうなんですよ実は。実は、ね、知らなかった。ツーショット撮ってるのも知らんくて。そうだね。乗り遅れたやつでやられた。やっぱそういうとこだよねっていう反省をしてた二人で。でまたそれで二人でじゃあ撮るっつってまた二人で。二人で撮って増えて。胸も撮れるの。似合うよね。スノーツだってもう常に。背景が変わってるだけやもんね。そうそう、使い回してないじゃん。じゃあ、ま、頑張らないよね。楽しかったね。楽しみに頑張ろうって、ね、はい、ね、はい、またね、いろんなツーマンができて、ね、やれたらいいですね、はい、そんな感じですかね、感じまで、ね、あとあれですよ、はい、あれ昨日なんかさツイッター見てたら、はいはいはい、8月3日に発売するあそうアルバムのジャケ写が、うん、出てました。出てました ね。皆さんもう見てくれましたかね。結構ツイッターで超狙ってくれてたら、ね、私もインスタに載せた。あ、この橋丸版とツイッター。それぞれ出てました。ジャケ写見ましたよ。そうだからね、ロンもねつぶやこうと思ったんだけど、うん、せっかくショールームがあるので、はい、ロビウキ版とツインズ版がじゃあアルバム完成しましたよ、皆さん。見てていいですか。もう見た方もいると思うんですけど、まずはじゃあロビウキ版デデンデデンチャ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 ーン。ちょっとなんか、うん、綺麗なお姉さんが好きですか。ね、爽やかな、ね、横にちょっとねそれに授業入れてほしいね。そう、ちょっとこうね右にあえて揺らしてる感じがね。これいいよ、おしゃれな、これいいよ。裏も見てる。裏はじゃん、これね、このいいですね、この橋本のこの感じ。なんかあれやね、テラスハウスって。あー、わかるね。ポイントお願いします。出たいよ。出たい。いやー、ネバー鍵投げて、感じやね、鍵投げて車乗ってね。そうそうそう、そんな感じしますね。そして、はい、そしてツインズ版です。ツインズ、これね、ロンこっち好きよ。はい、じゃらん、また今回は衣装が変わってちょっと白黒な感じで、うん、モノトーン、チャオベンダーですね。できてるよ、みんな。あ、ほら綺麗。そうなんですよ。で、裏はこんな感じになっております。これもいいっせ。お、イエーイ。いいよね。いいよね。なんかこれいい感じじゃない？なんか初めてのタイトスカートやろね。あ、そうじゃん。ロンちゃんこれさ、ロビンの衣装超エロい、ね。え、これマジでめっちゃ着てない。ボディラインがもうすごい。服着てない。もうもはや服着てないぐらい。どれですか？ほらこれ。もう水着レベルように見えます、これ。着てないです。もう愛からしたらこれが着てない。私から見ても着てないように見える。着てないですね。ですよね。着てないですよね。着てるんですよ。着てないですよ。着てないですね。そう、これ。そうそう。体のラインがねすごい。そう、みんなね、ね、感じに。でもまた全く雰囲気の違う。そう、両方とも違うバージョンなので、はい、ぜひ皆さんロビウキ版、あとセットリストもね、はい、そうそうそう、違うんですよ。違う、あれこれは言ったっけ？セットリストが違うの、中身は言ってない？言ってない。いや出てたんじゃない？もうすでに全部。ボーナストラックは違うけど、そうなんですよね。並びが違うだけで、あと後ろのここのそのセットリストが書いてあるところも、はい、あの手書きで、そう、それぞれ、あの。ね、これはロビウキで書いて手書きなんですけど、なんかね、時代が全然違う。違うの、あえてないの。うわー、わーおっしゃる、ね、うちらめっちゃ頑張って書いてる。超時間かけて書いたの。ちょっと見せて、うちらマジの動画撮ったから。ちゃんと見せて、ちゃんとしっかり見せてよ。見て、うちらのちゃんと傑作版。ほら見て、私なんかね、金見と一緒だから、金見のセンスにね、一生懸命頑張ったんだから。どんだけ緊張したらいい。じゃあ書いてるところ、はい、あれこんなにしてやめろやめろやめろ、それちょっと聞いてよ。これやばい、変な声して最初に見てから。いや、ダメだよ、ダメだよ、ダメだよ。なにこれ、どこ、なんかさ、なんかちょっとやばいとこだ。これハッシャーの声がエクソが風邪ひいてるの、鼻声なの、鼻声。これがいいんじゃない？いい？ちょっとだけこれの方がいいよね、多分。キャンママじゃ書かしてあげるから。すげえ。超すげえ。7曲だね。え、あ、そっか、1本しかないのか。これ、これはね。
これ絵的に大丈夫持ってんの俺下ずるすぎてやばいこれゴトゥーゴトゥー書いたやつあすごい綺麗でしょこのグッドナイトソングの書き方これ超こだわったからすごい綺麗でしょ、うん、これただただゴトゥーがゆっくり書いてノートを写した絵的に大丈夫これ大丈夫ほら綺麗な横顔が写るからあいいでしょあいい、ね、知らなかったこういうのいいのこういうの欲しかったいやいやないよアイたちはこういうのないのヤイラたちはなんかもう無理じゃんモックばっかり言ってるこれダメよこれもうダメよもうそこら辺までよいやそんな感じでもねせめてねせめて声張ってるムービーだったらよかったけど声さえ張ってないっていうやばいよねダメじゃん橋も最高ですよでも頑張ったもんねうちらねいやめちゃめちゃ時間がかかったよなんかねロビウキはねこういうフォントとかのやっぱセンスがあるんですよで私も結構好きだけどやっぱ金見と一緒に描くってなったらもうすっごい大変でモノリーがなゲジゲジなんだよ変なのよ変なのよでも橋本のアイディアも結構ヤバかったですからねじゃあモノリンの描いたやつちょっと一個見せてモノリンはなんかさ、なんだっけ声のなんか変なやつ、変なやつ教えてよどれこそどれ変なほら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 描くこっちの方がこれ気にならんなんかこれ変じゃないどうしようこれはそんな変じゃないか見せてよ、見せてきてちょっとどんなどんなどっちが変かじゃ聞けばいいじゃんああそう、ね、変じゃないから全部どうしよう一生懸命頑張ってるじゃあまず見えるかなどの曲ですかこのどうしよう私とどうしよう私うん分かる分かるトゥルーハーツファンタスティック4はいはいはいその2つ、うん、これどっちが微妙ですかどっちが微妙かキャモンってしてるよね待ってどっちがいいですかどっちが微妙ですかどっちがいいですかどっちが一生懸命書いたじゃんそうだよこれ考えられるんだよいいですかどっちもいいねどっちも味があるねどっちも良いんですそうそうキャモンもかなりできてるいやいいですキャモンも大丈夫ですいやキャモンは私一応書き直して大丈夫ですこう見えて味のある字ですそうだよ全部やっぱ味があるぐらいの人生じゃないとそうそうそうねそうですね手作り感満載ですよっていうはいそんなとこまでこだわったそうアルバムですよそうですうまくまとめてくれましたねはいねぜひよろしくお願いしますよろしくお願いします発売日いつですか8月の3日なるほどということで、はい、はい、今日はねあともうちょっとで3000人に行きそうなので、うん、そうだねちょっとメンバーも潰れてると思うんですけど そんなアルバムの中から、はい、ちょっとね1曲1曲かけたいと思うんですけどマジですか前回はね、はい、確かあのそれぞれのおすすめ、はい、ピーカーン、キミバニラスタートをかけてそれぞれのおすすめ曲をかけたんですけど、はい、今日もあとちょっと残り15分ちょっとということで、はい、新曲をあら今日かけたいなと思いますあれひょっとしてこれ初めて初めて、はい、うちは初オンエアですよあらそう今日もベイエフェムでかけたんですけど、はいね、今日もあのファンタスティックをかけたので、はいはいはい、どこにも流れてない流れてないですよまさかのちょっとあのアルバムから1曲ちょっとねあの急に言ったので、ね、ちょっとちょっとジャスカーって話しておりますけど入ってきたと思ったらあ曲名は何ですかボロリお願いします、はい、間違いないですね、はいブンブンブン、ジェラシッちゃうぞ、ジェラシッちゃうぞもうちょっとこう、ジェラシッって言ってもらえるかもしれないはい、かわいかったブンブンブン、ジェラシッちゃうぞ、ジェラシッちゃうぞあ、すいません、バレンタインタイミングねねぇ、まずよかったはいはいはいまあ、言い方はマリとして皆さん、どんな曲でね、多分想像してたよね。そうですね。ブンブンブン、ジェラシッチャーズ、ジェラシッチャーズっていうタイトルですからね。ジェラシッチャーズってちょっと上からな感じがね、ちょっとこう強めな。さっえ前がジェラ、ジェラシッチャーズ。ジェラシッチャーズ。それ後ろがジェラシッチャーズ。かけてます。まあね、歌詞はこうなんであなたはこうフィギュアばっかり見てるのっていう。そういうそういう話そうフィギュアにジェラシーをしてるっていう、 そうまあねちょっと今ここでかけたら歌詞が聞こえづらいと思うんですけど、はい、なんとなく曲のイメージを掴んでもらって、はい、アルバムでこう歌詞カードでねちゃんと見てほしいなと、うん、なるほど、はい、ということでということでじゃあ曲振りをお願いいたしますそれでは8月3日に発売される、はい、
アルバム「Alive for You」からモノリお願いします。はい、新曲新曲「ブンブンブン」「チラシっちゃうぞチラシっちゃうぞ」どうぞどうぞ。じらしますから、ね、じらしてます。今じらしてますね。じらしてますね。それではどうぞ。今まで見ない感じ。そうだと全然違って。すごいかっこよさそう。結構ね、そうそうそう、なんかコメント結構ジュリアナ、ジュリアナっぽいね。そんな印象がある。匂いもしつつクラブっぽいとかも来てね。確かにちょっとかっこいいダンス、コール難しいだね。確かに確かにね。でもまあ自然とね、うんうん、できるんじゃないですか。まあコールが最初分かんなくても結構なんとなく乗れる曲だと思うので、2曲で力つける。へいへいへいよーとかなんか合いの手があるから、そういうのを言ってもらって、それガイドがちょっとあるから、はい、センスは振りませんね。センスは振りません。じゃないですね。ごめんなさい。コールはまあ徐々に、はい、皆さんにね使ってもらって楽しみたいなと思います。はい、アルバムのね、はい、発売楽しみにしてほしいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そんな感じですかね。ですね。そして、はい、あれですかね。うん、あの話する？あ、しましょうよ。ね、うん、お願いします。言いましょう。はい、あのですね、7月の22日に大阪で私たちライブをやるんですけど、そう、社員のホールで、明後日ですよね。明後日よ、まあ、その前にね、明日から大阪行って、明日明後日大阪行ってこうまた練習が始まるんですけども、はい、その22日のライブはね、うん、ちょっとね、うん、聞くところによると、聞くところによるとですね、ちょっとなんか前代未聞な出来事になっちゃうんじゃないかってい う、うん、なんか寂しいなみたいな、なんか大阪がちょっと盛り上がってないっていう噂を聞いたんですよ。結構大阪行くといつも盛り上がってるイメージがね、うん、やっぱこう、はいはいはい、ツアーのファイナルも大阪でしたし、はい、その後のそのなんていう番外編、はい、第1弾も結構盛り上がったんですけど、はいはい、なんか今回、まあ、あと平日っていうのもあったりとか、あ、うん、あとその後もいろいろね、まあ、関ヶ原だったりいろいろあるので、うん、なんかこう人がちょっとこうないのかなみたいな。でも、まあ、ね、あれですよ、分かりやすく、まあ、簡単に言ったら、まあ、ちょっとガラガラになる可能性がある。危ないから。そうなの、危ないから。そうなの、まあ、確かにね、平日の大阪っていうのもあって、そうなの、そんな話をね、3000人が突破した時に言うんでね。それがね、そうなのよ、みんな。だからぜひぜひあさってのね、はいはい、でもこう来て来てっていうだけだとね、はい、だからみんなもなんか、うん、迷っちゃうなっていう方もいると思うので、ちょっとさっき、ね、このね、生放送が始まる前にみんなで喋ってたんですけど、はい、ちょっと10年やってなかったね。やってなかったですね。あのちょっと衣装を変えようと思って、はい、あら、まあ、いろいろこの先週喋った時に、まあ、昔の懐かしい衣装とかもいいよねとか言ってたんですけど、うん、やっぱ新たな試みということで、はいはい、いいですか。いい、行きましょう。人生で初というか、はい、ちょうど10年の中で初の私服ライブをやりたいなと思います。皆さん、私服ですよ。私服ですよ。はい、ここ今パチ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 、はい、私服、果たして私服、私服がね、あの皆さんこう見たいかは分かりませんけど、
そうそう、あでも結構ねコメントありがとうございます、ありがとうございます。でももうこれこうもう金輪際やります。そうなの、金輪際やる、もうやらないです。えマジか、まだ一緒やらないです。私服で皆さんの前に登場するのあさってのみ、あさってのみ、金輪際、金輪際もないので。橋もメガネですか。あメガネもね、普段かけますから、メガネかけるかもしれない。あ結構ねないよね、だからない。私たちも実際当日何着てくるか、みんながどんなバラ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 。そうなんです。それは結構あれですか、当日出たとこ勝負なとこあるんですか、皆さん私服。いやだからちょっとこの後打ち合わせしようと思ってるんですけど、逆にみんなどんな私服着たいかな、あの 見たいかなっていうのをちょっとコメントで拾おうかなと思って、みんなこうどういう、逆にめちゃめちゃこうポップな感じが着てほしいのか、ね、それともなんかちょっ と,、ね、ちょっと本当にガチの、うん、もうモノトーンでいいのか、いいのかどうなのかなと思って。あミニスカ、ミニスカ、ミニスカとね、ね、まあ、衣装のスカートと私服のスカートいつも通りがいいって、プライベート系。ボトゥさんだけドレスだったら笑う。ドレス用意しましょう。これはもう私服かもしれないもんな。めっちゃいつも通りでいいじゃんって着てるよ。ジャージ。ジャージはやばい。いける。ジャージはちょっと。ヒラパーの時ね。どれだ。意外とあんだけ好評だったらしいよね。わかんないけど。橋本だけ水着。あれだね。キャップですね。ブランドのやつ。それまで。いいじゃん、いつも通り、結構いつも通りでいいっていう、ね、多いですよね。ガチガチの私服でいいって、本当にいつも通り、ウェアっぽい感じでね、とかね。ウェアっぽい、ありがとうございます。あ、そうなのね。いやもう結構もうみんなガチのもうあれで、そうだね。じゃあ逆に打ち合わせしない方がいいんじゃない、見るの楽しみじゃない。めっちゃ嫌だろ。なんかさ、みんな何着てるか、なんかさ、めっちゃさ、めっちゃ張り切ってさ、めっちゃ張り切ってるも嫌だし、確かになんか、まあめっちゃ地味だなと思いやし、えでバランス、でもそのアンバーはでも先加減とかな、うわむずむずいな、そこのね、もう己のセンスというか、まあまあいやだよ、センスと認めんの、認めやんの、マジかよ、駆け引きだけ、駆け引きね、だってもう金輪際やらないね、信じられるですから、確かにもう最初で最後でしょ、最初で最後、いやこれは来てほしいね、みんな、あさってですよ、あさって大阪、しかもあれだよ。7時から始まって、あそうだね、8時半には終わるんだって、90分ステージだから、ライブ自体が90分、8時半までで、握手とか物販含めても9時半には終わるから、だからもうギリギリ帰れるんだって、帰れる帰れる、距離的にちょっと遠征してくれる、そうそう、時間がね、確かに握手会で何時に終わるって言われたわ、そうそうなんですよ、だから皆さんね、帰るのはちゃんと帰れますから、帰れるんだね、ぜひもうこれはね本当に来てほしい。あとであのセットリストも決まってるんですけど、そう結構ね、うん、あの最近歌ってなかった曲とかも、そう歌うよね、引っ張り出して、うん、そうですね、結構すごい斬新なセットリスト、うん、ね、いやいい感じ、チェキも取れますかね。あそうだ、チェキ、え私服で、はい、おお、はい、残りますよ、残るね、マジかよ、どうだセンスが試された私服が、うん、ありきりすぎてもね。いや、まあ、そのあんまり考えようよ、ちょっと、ね、個人で。でもレアだよね。え、チェキないよって、本当に。チェキ残るんだよ。そうだよね。いやこれはもうぜひ皆さんね。私たちも緊張してますね。みんな緊張してる。はい、なんだ、誰が一番おしゃれとか決めましょうか。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。やだ、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 やだ。だってさ、ファンの皆さんに投票、投票、投票してもらう。それはもう酷じゃない。それはね、あれですよ、やっぱ自分の推しとかもあるあるある。ああ、なるほど。バランスがね。そう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 、ね、好みとか好みとか絶対そうだ、そうそう、しかも4人しかいないのでそういうのはちょっと、ね、ですよね、はい、そうですね、まあちょっとね、そうそうそうですよ、はい、写真占いですよ、写真占いですよ ね, ねチェキでね、その日だけですよ、その日だけなので、うん、よろしくお願いしますね、お願いしますよ皆さん、明後日だからもうすぐだよ、でそうだね、明日からだって4泊だよね、明日大阪、南も大阪で誕生日あります、関ヶ原で名古屋5日間を、はい、ね、名古屋まだ情報出してないですけど、えですよね、あれなんかツイッターでめっちゃファンの人からリプ来るんですけど、ですよね、早くして早くしてって、同じことを主催者に言ってるんですけどね。あ、そうなんですでもやりますよ、ね、まあ、何時ぐらいですか、お感じですか、もちろん平日なんで夜です、あ、夜、はい、夜だって、もう多分19時以降でしょ、19時以降、19時以降、はい、
場所は MID、 あ、場所は MID、 はい、あ、そうだ、そうか、そうか、なるほどね。あそこの人が関ヶ原をやってはるんですよ。あ、なるほど、なるほど、まあ音信不通なんです。忙しい、忙しい、忙しいだね、今が内緒にしといてください。完全に以上に全国が流れてますからね。すいません、ぜひ皆さんね、よかったら遊びに来てほしいなと思います。月曜日ですかね。そうですね、よろしくお願いします。はい、お願いします。明日から遠征だね。そうだよ、荷物詰めないと。本当だね。そうだよ、それから私服考えながら4泊分と私服ってこと。そう、もう絶対キャリーじゃん。キャリーだよ、もうあのね、私たちキャリー持たないで言うね。5泊分ってことやん。ちょちょ、4泊計算できたよ、ね、楽しみですね。楽しみ、でも楽しみです。そうだね、いろいろね。そうですね、はい、みんな何してるますからね。ちょっとマジわかんないけど、順位とか決めましょうか。決めません。決めないで。あ、そうですか。好みがあるんで、やっぱり。あ、そうですか、はい、でも推しとかもあります。推しあります。よかよ。そういうなんかランキングとかはちょっともうその後に響く数字がね。遠征長いし。え、でも服でしょ、服の順位。いや、私服ってやっぱ、ね、や大事だ。服でしょって、服以外だったらね、なんかやばいみたいな。服なら大丈夫なんじゃない、まだいけるんじゃないみたいな。そんななんかね、怖いですね。ランキングは全部ダメです。ダメですか。ありました。気元はね、ね、まあ、私はすごい敏感なダメです。今おしゃれまんじゅって言われてますからね。言われてませんから大丈夫です。やっぱ荷が重いんじゃないですか、やっぱり。あ、何にも言われてません。でもあんまり触れないです、そこは。本当にそうですから。そう、はい、覚えてろ、ぜひね。はい、ぜひ。若干チケットも残ってますんで、ね、そうです。正直に言っちゃいました。正直に言っちゃいました。言っちゃいました。お待ちしております。完全に突破した時に言っちゃいました。シャイングホールお待ちしております。待ってください。あとね、すりやまさん、そしてそして、はい、8月2日は、あ、そうですよ、10周年新宿ブレイズで単独ライブやってます。よろしくお願いします。8月2日当日にね、うん、そうなんですよね、10周年。みんな来る、来る、皆さん欲しかったですね。今発売中ですよね、はい、10周年だよ、ね、平日なんだよ。え、だからさ、そうだ、あれ、はい、あれは見せ、まだ見せれない、これ。どれですか、あれ、あの、あれ、ほら、こっち。いいですよ、見せてください。これ言いましたっけ、これまだ言ってないかな。言ってないでしょ、初回に。そう、今日ですか。言っていいですよ。8月2日にね、私たち10周年、はい、私たちが8月2日に10周年を迎えるということで、はいはい、なんと記念して、なんとなんと、お父さんお願いします。10周年記念本作っちゃいます。ちょっとね、あの、まだあのサンプルの、そうなんです、まだね完成形ではないんですけども、はい、表紙がですね、いきますよ、はい、じゃじゃーん。これね、アルバムとまたちょっと皆さん分かりますかね。違う違う、みんな笑ってるよ。ジャケ写とちょっと違うよ。これでもね、珍しいよね、こんだけ笑ってるの、うん、珍しい。え、ないない、珍しい。なんで笑うんですか。いや、なんかだってコメントでも、可愛い、笑ってる、みんな笑ってるって。おへそ、可愛い、笑ってるじゃん。でも全く笑わない子たちみたいな。笑わないんですよ。決め顔が多いから笑えます。野山から。うちは何で笑うから。だからそれはね、もう証明するべく。そう、もう今回でもいいでしょ。いいやろ。え、しかも私たちちょっとさ、中身もさ、パラパラですけど、パラパラ、ね、ちょっとモロに内容を読んであげて。はい、何が載ってますかというとですね、すごいよ、めっちゃさ、やばいから、すごいですよ。読んであげて、読んであげて、それ読んであげて。いや、主な内容言いますよ。まず、言ってよ。アライブ・フォー・ユーなどのフォトセッションによる最新アーシャ写真、そして、グループショットヒストリー、あの歴代のアーシャで見る、うわ、だから、10年ヤングデイズからの、そう、だからモロリーの顔のね、変わり具合が、変わり具合がアップデートしてますからね。アップデートしております。そしてソロショットとヒストリー写真とか、あと特典とか物販、生写真、アーシャなどのソロショットを年代順に掲載した各メンバーの10年の歴史、面白いわ。もうなんか、そしてライブソロショット、グラフィティ、かっこいいシーンやライブ中の笑顔を犠牲したメンバーも
本のライブ写真とか、はい、だからあれでしょ、そうホロリンページとかあるじゃん、ホロリンページ、ロビンページとかすごいじゃん、そうポシボンとチャオベンのライブショットもあるし、あとこのためにインタビュー取材もしたんですよ、したのだからそれぞれね、もうちょっとね今まで話したことないか、ね、そうだからそれぞれについてどう思ってますみたいなとかされて、そう、しかも結構ねもう1時間以上したの、たっぷり話しました、あともう幼少時代のあの秘話だったりとか、幼少時代の秘話だったり、幼少時代幼少ね興味あるから、何ですか、結構初めて言った幼少あるよね、あとなぜ私たちは歌うのなぜ私たちチョコラチークエティは歌っていくの、あともう結婚観10年後は気になりないよねって話だったり、いやなかなか聞けないよ、ここでしか話しないこと結構ある、だからモロリンが私はなぜ歌うのかっていうのを真剣に答えてる、私マジ真剣に答えてるからなんで私はこんなに歌ってそう歌ってないじゃん、ロンちゃんこれロンちゃんそれはダメ、かわいいね、ほんと悪いよね、その曲聞いてるからね、一生懸命嘘だろ、そこに歌があるからですよねって言われて、もちろんですよね、そして皆さんがいるからですよ、そうなんですとか、もうもろもろそういうインタビューも入ってるし、今回しかももう合計でね、うん、いろいろあるよ、まだ言ってよ、いやまあいろいろあるんですけど、あの写真がねめっちゃあるんですよ、横文字書いてあるから読めない、横文字ちょっと苦手なんで、テンイヤーズヒストリーですよこれ、テンスイヤーズヒストリー、あんま読めてなくないですよ、あとリリース&ツアープロモーショナルアイテムセレクションですから、いやこれすごいだって今回のロビンちゃんちゃんとプロ読んであげて、そうほんまもう読んであげて、じゃあやっぱ横文字一番強いから発音よくない、ロビンちゃんレディアスツアープロ、いや愛言ってたとか間違えてないから、ね、かそうよく言ってくれる、リリースリリースリリースのツアープロモーションアイテムセレクション、ありがとうございます、ありがとうございました、そういうのがいろいろ入ってるんですよ、ブログ本に合計で600点の写真が掲載されて、全部でやばい、過去のものから最新のものまで、そうそう多分見たことない写真が、昔にね星新聞っていうのが、うん、こうイベントとかで配られてた新聞があったんですけど、それが全部復刻版で入ってるの、そう、え、なるってんの、え、石切さんのやつ違う、あ、違う、なんだっけそれ、ビクター時代の、ああそう、うわ懐かしい、だからめちゃくちゃ懐かしい、だから懐かしいよね、いろいろ書いてあるからかなり読み応えたっぷりだよね、だからもう最近チャオベラを好きになった人もこれを見れば、ね、あこんなことあったんだみたいな、ね、歴史がもう全部分かっちゃう、ちょっと本当お酒飲みながら見てみたい、涙なしでは結構見られない、確かにあのむくもだと思うよ私は、これね当日買えるんですよ、買えますよ、2日から、あこれほら発売になります、たっぷり用意しておきましたんで、そうこれお値段は、お値段気になる方はいらっしゃいますか、何ページ何ページ、だって128ページだよ、B5 サイズ、それでお互いのお値段3000円でございます、安い、10年が3000円、これはさ、あれだよね、だからそのずっと応援してくれてたファンの方もそうだけど、そうね、その8月2日初めて、ね、来てくれる方もぜひ買ってもらって、こう歴史をね、うん、そう見てほしいね、いただきたいなと思うので、ぜひぜひちょっと楽しみだな、楽しみ、よろしくお願いします、皆さん本当にね、30万くらいかと思ったって、それぐらいそれは高いですから、それぐらいの価値はありますね、でも本当それぐらいの価値が本当あるあるぐらい、結構かっこいいね、私的に一番ライブのみんなのソロページがよかったよね、みんなが、もう橋本が歌い上げるね、目つぶって歌ってる感じも素敵だったりとか、メンバーも買ってくださいね、あもちろん買います、もちろん買います、そんなもらおうとは思ってない、もらうなんて持ってませんよ、買います買います、ポケットランもうやらしい、自腹で自分の歴史ですから買います、自分で買いますよ、ほんまやな、はい、買います、あげましたあげてよメンバーに言われちゃったよ、コメントに来てます、そりゃそうです、よろしくお願いします、ありがとうございます、あもうあれだね、11時だね、そうなんですよ、気づいたら気づいたら超えてしまいましたけど、なんで言っても皆さん明日のね、はい、明日からのイベント大阪、はい、大阪、また南のイベントからね、対バンですね、対バンです、そしてあさってが先ほども言いました初めてのシフトライブ、はい、シャイニングホール、そして
また次の日次の日が23、24が関ヶ原、はい、そして月曜日が、名古屋 MID にて、はい、まあ、夕方からのイベントということ で、ね、皆さんぜひぜひ予定を空けていただきたいなと思います。はい、お願いします。新宿ブレイズのライブと、はい、8月3日のアルバム、皆さん発売楽しみに待っていてください。よろしくお願いします。ということでまた来週お会いしましょう、はい、以上ジャベラチックティでした。